船体の組み立てに取り掛かっています。以前の動画で紹介した先端ですね、船体の全部の先端部分、これ60センチの幅で長さで、それを、つけてあります。で、船尾の形は、これも前の動画で紹介した通り、ちょっとだけ反りを入れて、ここにスポイラーの役割を果たす斜面を、作ってます。で、こっち側、これセンターなんですけど、ヒンジが中にシャフトでつながっています。で、中から外にこのプレートが突き出していて、これをボルトで、前と後ろで、止めるというあれですね、仕組みです。で、この船体は、材料は T1 3ミリ T1 という規格で、厚さが3ミリのベニヤ板です。 T1 というのはね、 T2 よりも、水に強いです。で、 T1 の上は、特類っていうのがあるんですけど、特類よりも、水に強くはないですけども、でもね、結局エポキシ塗るから一緒です。 T2 でも T1 でもエポキシを塗るから一緒でも、まあ、T2 のベニヤ板よりもちょっと厚みがあって、前 T2 の 2.4 ミリ使いましたけど、ぐにゃぐにゃで、ちょっともうこれじゃあ、使い物にならないなと思ったので、今回は T1 の3ミリやっぱりしっかりしてますね。だから、中はもう補強も何もしてません。ガラン銅です。ただベニヤ板とベニヤ板を貼り合わせるのに、接着面に接着する場所に角材、細い角材を入れてます。これの目的は、接着面を広げることですね。ベニヤ板とベニヤ板をこう直角にくっつけると、接着面がわずかしかないので強固な接着にはなりません。だからこうやって角材を入れて、角材の面に、ベニヤ板を貼り付けます。まあ、手順としては、底面の、両側に、角材を、接着します。接着剤で、接着して仮止めのビスを打ちます。ここにビスの跡がついてますけど、仮止めのビスを打ちます。で、この仮止めのビスっていうのは、接着剤が硬化したら外します。ビスで止めるっていう意図はありません。あくまでも接着剤で止めます。で、ビスは仮止めのためだけです。これをね、やらないとね、ベニヤ板って意外の波打ってるんで、隙間ができてしまうんですよね。だから、ベニヤ板を、角材に押し付けるために、仮止めのビスを使います。で、両側に角材が固定されたら、今度は側面の板を貼り付けて、やっぱり、ここに仮止めのビスを打って、で、接着剤が硬化したら、仮止めのビスを外します。接着剤はね、できるだけはみ出すぐらいに接着しないと、隙間ができて水がもう侵入してきますから、接着剤はもうはみ出すぐらいに、これ後で削ればいいわけですから、たくさん使います。で、底面と側面と貼り合わせた状態で、中にエポキシを塗ってあります。もうエポキシ塗り終わりました。まだ硬化してませんけどね、エポキシまだ硬化してませんけど、エポキシを塗ってあります。で、今日の作業は、そこに天板をかぶせて、また接着剤で、固定して
仮止めのビスを打つ、そこまでですね。そしたらあとは一晩置いて接着剤が硬化するのを、待ってればいいと、まあ、こういうことですね。でこれが船体の、底面と側面を貼り合わせたもので、あれが、天板ですね。天板にはもうあらかじめ、ボルトを、つけてあります。これ左右の船体の左右の2列を、固定するための支柱をつけるためのボルトですね。それから、前の端と後ろの端にはブリッジを、設けますので、そのためのボルトです。ボルトは、穴を開けた木にヤプグシで埋め込んで、それを裏からあてがって、天板の上面にボルトをが生えてるような状態にしてあります。さあここからまた作業をしましょう。で、接着剤は今回はこの粘度の高いやつを使います。もう天板閉じてしまうと内側から手を入れてっていうことができなくなるので、隙間が開かないように、粘度の高い、接着剤を使おうと思ってます。あ、そうそう、ここに天板に空気穴開けてあります。この空気穴はね、中の空気が収縮したり膨張したりして空気の出入りが生じるんですよね。その空気の出入りが生じたら接着剤にこう小さな穴が開いて空気がそこから出入りするようになっちゃうんですよ。だから、接着面から空気が出入りするのを避けるためにわざと空気穴を設けてます。これは後でペットボトルの口を外側から埋め込んで、キャップで閉めることができるように、する予定です。さあじゃあ、あれだね、接着剤混ぜよっか。
これだ。よいしょ。